皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画を始めるきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先月の末、5月30日あたりからですね、始まった帯状疱疹なんですけどもね、4週間目に入ったところでですね、ちょっとずつですけども、こうなんかいい方向に変化がね、見られるようになってきましたね。むくみというのがね、少しマシになってきたんですよ。マシになってきただけで、まだまだすごいむくんでるんですよ。マシになってきたのも少しだけなので、むくんでることにはあんまり変わりありません。僕がなったその帯状疱疹の症状はですね、順番的に言いますとですね、痛みが出てきて、赤い発疹が出てきて、水ぶくれになって、で現在ではね、皮膚表面がこう日焼けのような痛さとね、痒さが出てきたよっていう順番で、僕をこう脅かしている最中なんですけども、その人間の体というのはですね、そんな帯状疱疹のような何らかのこの皮膚疾患になるとですね、当然のようにね、血液の流れが悪くなってですね、僕のようにこの症状が出てきた部分とね、その周りがね、むくむことがあります。そんなむくみに関して少しだけね、お話しさせてもらうんですけども、今までこう生きてきたこう僕の人生でね、最もむくみを感じた瞬間はね、白血病と診断されるね、5日前ぐらいのね、仕事中やったんですよ。ちょっとこれはね、人それぞれなんですけども、僕のその白血病のね、初期症状としましてですね、まず体は元気に動き回れるという気持ちはあるけど、頭でそう考えるんですけども、体力が低下していたことにね、気づくこともなく、それはただの疲れが取れなくなってたんだなーってね、ちょっとね、思ってたんです。でもね、こういくら安静にしてもですね、しすぎていたとしてもですね、こう一向に体力はね、回復せずにですね、そんな体の状態なんでね、念のために熱を測ってみるとですね、39度あったんですよ。しかしね、この頭もどこも痛くない状態やったし、もう体ピンピンしてるわ、元気やなーって、思ってたんですよ。でそして次に各関節、肩とかね、肘とか、手首、膝、足首とかね、足の指とか指のこの節々とかっていうところに、その身に覚えのないあざができてきて、でついでその鼻血が出たら2時間ぐらい止まらなくなってですね、その頃にはちょうど階段も登れないほどのね、体力になってまして、気がつけばね、関節以外の箇所にもね、あざができてました。そのあざが赤から青になって黄色になっていく頃合いで、そのね、あざが引いていったと思ったら、今度はあざが出てきた箇所がね、主に下半身に多く見られたんですけども、こうね、こうパンパンにむくみ出してきたんですよ。むくみ出してきたんですよね。その膝の首でもなくなってたし、その膝ってね、太ももの筋肉がポコってあって、で、ふくらはぎがバンって膨れてて、膝はこうキュッてこう、ね、くびれがあるわけじゃないですか。もうそのくびれもなくなってきたし、もうね、足首なんかね、どこ行ったかわからなくなりましたわ。俺足首どっかに落としてきたんかな、なくしたんかなと思うぐらい、ふくらはぎと同じぐらいの太さまで、ドーンってこう成長してたんですよ。それがね、今までの人生においてね、最大のむくみでしたね。白血病の初期症状でね、そうなったんでね、その時が一番最強やったんです。で、その他のね、皆さんもあるかもしれないですけど、そのむくみ経験者さんからしたら、大したことないんでしょうけども、あのふくらはぎとこのね、あの時のふくらはぎと同じ大きさぐらいまで膨らんだ足首からね、このつま先にかけてのね、このパンパンに膨れ上がったむくみはね、ほんまに半端なかったです。その白血病というのはですね、血液疾患なので、当然貧血の状態にも陥りますので、血の流れがね、悪くなるんですよ。で、それによってむくみが生じるというわけです。そんなむくみがね、ここ最近ね、マシになってきたんですよ。嬉しいことにね。それだけでもすごいほんま嬉しくなってですね、気持ちの上ではね、その痛みっていうのも痒みっていうのも、少しだけほんまにマシになってきたように感じるんです。
まあ、少しだけですけどね、ほんまに少しだけなんですよ。でもね、まだまだこう触ったらね、足触ったら痛いし、かきむしったら、そのかきむした後にね、さらにこの患部がね、ブワーって燃え上がるように熱くなってきて、そういう感覚になるので、もう後悔するからね、ほんままだまだね、マシとは言いませんけども、ほんまにその今言ったように、もう触らなかった状態、今のね、何もフリーな状態をこう今までの、まあこのね、3週間、ここ3週間と比べると、ほんまにマシになってきているということなんですよ。で、なぜそんなにマシになったのかをね、そのまあ帯状疱疹になったこの3週間をね、思い出してみるとですね、まあね、今はね、その4週目に入ってきたということで、まあようやく症状が和らいできたっていうのも、まあ、マシになってきたというね、その土台にはね、なるんでしょうけども、まあ、ここのところですね、その奥さんのメディキュットを履いていたからかなとね、ふとね、思い出しました。あの女優さんでね、その綺麗な女優さんの七尾さんって言ってるじゃないですか。あの人が CM してるやつですよね。あの腰までタイプじゃなくて、その足の付け根、太ももが隠れるぐらいまでタイプのやつですよ、僕が履いてるのはね。あのね、分かりやすく言うと、あの半袖を着るときにね、そのここを日焼けするのが嫌やから、アームカバーってあるじゃないですか。あんなアームカバーみたいなタイプのやつがあるんですよ。で、あれをね、その帯状疱疹の水ぶくれになったところに、まあ、薬塗ってね、ガーゼをこう上からね、カバーするんですけども、本来ならばそこをテーピングのテープでペタペタとこう直にこの、まあ、足にね、こうペタッと貼って止めるんですけども、そのテープでね、その肌荒れをするので、僕ね、で、まあその病院ではね、その包帯を巻いてもらってたんですよ。ガーゼを止めるためにね、その包帯を巻いてもらったんですけども、包帯もね、ガーゼもね、その毎日そのお風呂上がりでこう交換しなあきませんからね、まあ、自分でやるんですけども、こう、 うまいことその包帯を巻くことがね、できませんので、まあ、素人なんでね、きつくやりすぎてやっぱ血が止まってしまったりするので、こうなんかいい方法はないかなと考えたら、その奥さんのメディキュットがあったので、それを使うようになったんですよ。ほんで、まあね、そのむくんでたし、ちょうどええわと、ね、思ってね、もうかれこれ2週間ぐらい使ってたんです。で、その効果があったので、まあ、むくみがね、少しマシになったのかもしれません。まあ、本当にね、すっきりしてるので、まあ、少しはね、すごい快適に、ね、なってるんです。まあね、その病気が原因で起こるむくみなのでね、その例えば足を高い位置に置いて寝ようが、メディキュットでこうキュッて締め付けようがですね、まあ少しはマシになりますけども、まあ本当にすっきりしてるのはほんまにつかの間なんですけどね。本来そのむくみとかね、まあそれ以外でもその体の不調っていうのをこういい状態に整えるには、食事で食物繊維をしっかりとることなんですよ。食物繊維っていうのは腸内環境を良くしてくれて、その腸内での栄養の吸収や酵素の働きを良くしてくれますので、まあ、それが人間の体にとって効果的な、ね、方法なんですよ。で、まあ、食物繊維ってどういうもんなんって、実際どういうもんなんって思うかもしれませんけども、まあ、その野菜ジュースのね、あの口の食感でね、こうザラザラしたりドロドロしたりする感覚があるでしょ。あれがね、食物繊維なんですよ。わかりやすく言うとね。逆にね、その飲みやすくするためにですね、そういったザラザラしたやつとかドロドロしたやつをこう取り除いたものっていうのはですね、まあ、タンパク質や植物性タンパク質や炭水化物やビタミンなどはね、その摂取できるんでしょうけども、その食物繊維はね、結構取りこぼしてしまってるんですよね。せっかく腸内環境を良くしてくれるのに、こうもったいないですので、まあ、野菜ジュースを飲む場合にはですね、まあ、できるだけザラザラやドロドロっていうのをね、一緒に飲めるタイプってやつをね、選んでもらうか、まあ、ご自身でスムージーを作ってね、飲んでもらうかね、してください。あとですね、その、まあ、ちょっとこれはね、まあ、敵を作ってしまいそうな感じでしかないんですけども、まあ、聞いた話なので、ついでに言っちゃいますけどね、その酵素ってさっき言ったでしょ、腸内の酵素ね。で、それをこう良くしようとする酵素入りドリンクってあるじゃないですか。で、その酵素入りドリンクとかっていうのはね、その体にいいと言われてますけども、まあいいんでしょうけども、まあ、そもそもね、酵素とされる物質、その酵素ドリンクに入っているその酵素とされる物質っていうのはですね、外から吸収するとね、胃の中でね、アミノ酸に変わるみたいなので、その体の中でその取り入れた酵素っていうのは、その酵素として働くことはね、ないみたいなんですよね。そもそも酵素っていうのはですね、自分の体の中で自分の体に作用する酵素が作られて分泌されるものなので、でその分泌を良くして、その酵素をしっかりと働かせたいのであれば、
まあ、そのバランスのいい食事とちょっと多めに、野菜を摂るのがいいみたいなんです。でそうすればですね、その先ほども言いましたけども、その腸内で消化酵素が働いてくれて腸内環境が良くなってですね、その腸から吸収されて、各臓器にね渡ってですよ、栄養が渡って体の機能が良くなっていきます。で便通も良くなりますし、ダイエットにもね効果的なんですよ。そのね、野菜多めの食事に関してはですね、まあ、僕が身をもって体験してますので、まあ今日は便通が悪いなとか、まあ、ちょっといつもより体がだるいなと思った日っていうのはですね、まあ、そういえば俺昨日野菜全然食べてなかったなってね思い出すこともねありますのでね、まあ、野菜をいつもより多めに食べることに関してはね本当におすすめです。まあ、ちょっと、ね、話がだいぶそれてしまいましたけども、まあね、そのむくみがね、まあ、少しマシになって痛みも痒みもまあ緩和されているというね、まあ、そういう小さな幸せをね、まあ、感じながらですね、この帯状疱疹治るとされている、まあ、発症してから4週間がね過ぎる頃までは、まあ、そんなね小さな努力をね織り交ぜながらね、あと1週間頑張ってみます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。でそしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。